道の駅阿武町にやってきました。ここは日本で一番最初にできた道の駅ですね。ここともう2カ所あるみたいで、計3カ所、そのうちの1つですね。キャンプ場、この奥はキャンプ場になってますね。でこっちが道の駅で、この奥にはプールがありますね。キャンプ場は後で行ってみましょう。先に道の駅ですね。こう行ってプールまで行って、で戻ってキャンプ場の方に行きましょう。書いてますね。道の駅阿武町は道の駅制度が発足する以前の平成3年および4年の社会実験時から道の駅事業に参加。ということでね、全国的にも珍しいっていう道の駅ですね。それでは入ってみましょう。スイカだ。お買い物の際は店内専用の買い物箱をご用意。また商品はレジでの精査がお済みになるので、ハンバーグにはお入れにならないようにお願いします。商品は専用の買い物以外にお入れになったので、商品はお酒、ここもお酒です。福賀スイカ、お菓子、肉、
事務室。温泉か。鹿島の湯。スタンプはどこだろう。あったあった。失礼します。押しました。幸せのモニュメント。いいね。円満祈願。日本海に浮かぶ阿武町のシンボル、鹿島、鹿島か。仲良よく並ぶ様子から夫婦島と呼ばれています。目の前に見える島ですね。あの奥と右側とは左側ですね。ラパン、スイーツですね。小屋城、町のお菓子屋さん、漁師飯。店内でも食べる。紅茶食堂。でここが鹿島の湯ですね。日本海温泉鹿島の湯で。レストランもありますね。始まりのレストラン鹿島。こっちがレストランか。今、ね、準備中なんです。ここが温泉ですね。温泉は空いてますね。大人の入浴料600円、子供入浴料300円。2階が受付になってますね。阿武町の式。ここは、何これ、リンパ。マッサージか。マッサージ屋さんですね。で、ここがトイレですね。2階、ちょっと行ってみようか。まあ、かといって風呂を見れるわけじゃないんでね。受付か。
コーナーに足洗い場。え、何ここ、足洗い場っていうのがあるの。ここがね、ダイニングカフェ8-4-6。ここで食べられますね。ここは開いてない。開いてるんだ。でここが道の駅温水プールになってますね。プールもあるっていう。やってないんだ、準備中になってる。トレーニングマシンもあると。誰でも利用できる道の駅阿武町温水プール。これ見えるけど、これ公園になってますね。湯がポツポツとあって広くなってますね。はい、じゃあね、キャンプ場の方行ってみましょう。ちなみにここは喫煙エリアですね。トイレがあって、でこの奥が観光案内になってますね。ここは何ですか？何の施設？受付？ああ。桟橋カフェ、今クローズになってますね。閉まってるわ。
え、この車は立ち入り禁止、キャンプ場利用者以外は立ち入り禁止とのことです。で、この下がキャンプ場ですね。車中泊禁止だったり、いろいろと禁止事項が多い。有料施設につきキャンプ場利用者以外使用禁止。使用禁止っていうのは意味が分かんないんだけど、通行禁止っていうわけじゃない、どうなんだろうな。まあちょっとね、行くのはちょっとやめてきます。まあここ全体がキャンプ場そうですね。利用者はちょっと見られないかな今は。はい、ということでですね、道の駅部長でした。